ただきました。飛騨の桃、うん、で生産者が先ほど出てるここ、中野ね、の方が作られて、飛騨、ここは飛騨りんごも作ってみるよね。飛騨りんごも作ってみえて、ここのとこ桃も作られるようになる。で一番大きい最高の桃です。飛騨りんごも、飛騨りんごは昔からやってみえて、以前から最近桃を始められて、ぶどうも始めて見えると、そういうお話です。きっとこのこんなに大きな、こんなきっと大きな、すごく大きい桃です。食べると美味しいと思います。で、高山の朝市も今ちょうどこの時期はこの桃も、出ておりますので、先ほどこの中野果樹園、中野果樹園さんが、高山の朝市にも出してみえるそうです。また高山の方が遊びに行かれたら、季節季節によって、また秋からは飛騨りんごが朝市で売られると思います。